ジョン・ピー・グレイは、アメリカ海軍の高速輸送艦。チャールズ・ローレンス級高速輸送艦の一隻。艦名は、ジョン・ピー・グレイ中尉にちなむ。ジョン・ピー・グレイは、1943年12月18日に、バックレー級護衛駆逐艦の一隻として、ペンシルベニア州ピッツバーグのドラボ社で寄港した。1944年3月18日に、ロイ・シー・グレイ夫人によって、命名。 浸水し、テキサス州オレンジのコンソリデーテッドスチール車で偽装が行われた。ジョン・ピー・グレーは1944年6月27日に、チャールズ・ローレンス級高速輸送艦の遺跡として、APD-74 に艦手変更された。変更後1945年3月15日に、艦長、W.E. シムズ少佐の指揮下収益した。4月から5月にかけて、 グアンタナモ湾で成長巡航を行い、1945年6月1日にコネチカット州ニューロンドンに到着、グアンタナモ湾に向かうイタリア潜水艦リスマ名利の護衛に従事する。その後パナマ運河地帯を経由してカリフォルニア州サンディエゴに向かい、6月19日に到着する。6月21日に8月にカリフォルニアに帰還。 水中破壊チームを上官させ、ハワイに寄港した後8月30日にエニウェトク干渉に到着した。第二次世界大戦は8月15日の日本の降伏で終了していた。戦後ジョンピー・グレイは9月8日に韓国のインチョンに到着、占領任務に当たった。9月14日に出港しグアム島及びエニウェトク干渉を経由して、真珠湾に向かい、 戦争の終了に伴って何千人もの兵士を本国に帰還させる任務であるマジックカーペット作戦に参加した。ジョン・ピー・グレイはハワイとサンディエゴ間を二度往復し、11月30日にサンディエゴを出港、バージニア州ノーフォークに向かった。12月13日にハンプトン・ローズに到着し、その後フロリダ州グリーン・ケーブ・スプリングスに移動。 1946年1月25日に到着した。ジョン・ピー・グレイは1946年4月29日にグリーン・ケーブ・スプリングスで退役し、オレンジの大西洋予備役艦隊テキサスグループで保管された。その後サンフランシスコに移動され、不活性状態のまま21年間保管された。ジョン・ピー・グレイは1967年3月1日に除籍され、 1968年9月3日にスクラップとして売却された。ありがとうございます。